隠れキャラクターもしくは隠れキャラはコンピュータゲームなどにおいて一定の条件が成立すると現れるキャラクターのことである。隠し、キャラクター、隠しキャラとも呼ばれる。レースゲームでは隠し写真と言ったり、音楽ゲームでは隠し曲というなど隠しているものに合わせてキャラクターの部分を置き換えた言葉が使われる場合もある。定義については一概に言えないが、 概ね普通にゲームを進行させただけでは出現しないキャラクターのことを指す。1990年頃まではアイテムや構造物なども含めたゲームにおける抗議のキャラクターを指していたが、それ以降のゲームで隠れキャラといった場合、人物や生物という意味でのキャラクターに対して用いる場合が一般的である。前者はボーナスキャラと呼ばれることもあり。 発見することによってゲームをやりやすくしたり上達を実感できるようにする目的で用意されることが多く1983年にナムコからリリースされたシューティングゲームゼビウスなどが該当する隠しコマンドや裏技と同じようにゲームを別側面から楽しむために存在するがドルアーガの塔ではキャラクターを見つけないと先に進めなくなるなど 隠れキャラクター探し自体を目的とするゲームも登場している。後者の例として対戦型格闘ゲームにおいて通常のプレイでは出現せず一定の条件下で出現するキャラクターが挙げられる。1990年代の格闘ゲームの隠れキャラクターの大半はボス格の能力値が高い傾向であったが、それ以降では外見や性質などが一般キャラクターと比較して マニアックなものが隠し扱いである例が多い。また、メーカー主催のイベントで、セーブデータを書き換えることによっての未出現する、キャラクターやアップデートやタイムリリースなどにより出現、使用可能になったキャラクターのことも指す。ありがとうございます。